おはようございます。ケンです。今朝もテスラ関連の記事を紹介したいと思います。今朝のラインナップです。テスラ技術秘密侵害で中国企業を提訴、中国国営メディア。イーロンマスク、いい家を持っていないことを知ってほしい。テスラが S&P500 の上昇率トップ、これらの記事を紹介したいと思います。そして先日行ったアンケートのコメントを紹介し、今日のコメント、こちらを紹介したいと思います。今回紹介する記事の URL は概要欄に記載しています。僕のこの YouTube では、テスラや EV に関する海外の最新ニュース、テスラ全般、テスラのアクセサリーなど、テスラを応援し、テスラのある生活について発信しています。テスラ EV に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。まず現在のテスラの株価などからチェックをしていきたいと思います。ではダウですけれども、ダウはね、結構今日下げていますね。162ドル下げておりまして、34,675ドルとなっています。そしてナスダックに関しては、ほぼ横ばいと言っていいですかね。14,025ポイント。 S&P500 は少しね、下げてますね。4499ポイントとなっています。そしてテスラがどうなっているかというと、テスラはね、今日はね、大きくね、上げてきてますね。256ドルまで回復してきています。そして NVIDIA は少しね、上がっていますね。486ドルとなっています。はい、ではまず最初に、テスラ技術秘密侵害で中国企業提訴、中国国営メディア。こちらの記事を紹介します。テスラ上海は中国企業を技術秘密侵害と不正競争問題で訴えました。この中国企業は江蘇省常州市に本社を置くチップ設計自動車部品メーカーである標齢知能科技です。訴訟は10月10日に上海の知的財産裁判所で審理される予定ということです。はい、という記事ですけれども、こちらまた進展情報があったら紹介したいと思います。続きまして、イーロンマスク、いい家を持っていないことを知ってほしい。こちらの記事を紹介します。イーロンマスク氏はテスラの資金を使ってテキサス州オースティンに豪華なガラスの家を建設しているという最近の主張を強く否定しました。ウォールストリートジャーナル紙によると、連邦政府機関がテスラの本社近くでマスク氏の私邸を建設することを目的とした極秘のプロジェクト42を調査しています。マスク氏の反論としては、多くのベンチャー企業への献身を強調する一方で、彼の生活様式に対する社会的な関心も高まっています。話としては、工場の床で寝泊まりすることから5万ドルの質素な家に住んでいるという話に至るまで。マスク氏というのは、野心のために個人の快適さを犠牲にすることも厭わないとされるリーダーとされています。そしてこのイメージが、彼が従業員に高い要求をかける正当性を持たせるだけでなく、会社が困難な状況にあるときに防衛手段としても使用することができているということです。しかし、マスク氏のライフスタイルが彼が描くほど質素ではない可能性を示す報道も定期的に現れています。贅沢な暮らしを否定しているとはいえ、高級な不動産と関わりがあり、時には億万長者の友人の邸宅に滞在していることも認めています。マスク氏は、自分が典型的な億万長者のような快適さを享受しているという考えを侮辱とみなしており、最近のガラスハウスの疑惑に対しても声高に否定しているということです。はい、という記事ですけれども、先日こちらの動画で紹介しました。まだこちらをね、ご覧になってない方は、まずはこちらの方をご覧になってください。そして、イーロンマスクさんなんですけど、億万長者ですよね。なので、それ相応の生活をしてもいいんじゃないかなと、個人的には思います。それに、億万長者です。単なるお金持ちではないんですよ。世界トップクラスのお金持ちなので、超豪邸に住んでいても誰もね、文句言わないんじゃないかなと思うんですけれども、もし、会社の資金を使って不正にってなると問題ですけれども、そんなことしなくてもそれぐらいのお金はあると思うので、別になんかそんなに問題があるのかなってちょっと個人的には思っていますけれども、またこちら続報があり次第ね、 YouTube でね、お届けしたいと思います。はい、では最後に、テスラが S&P500 の上昇率トップ、こちらの記事を紹介します。テスラの株価ですけれども、本日ね、上昇していましたが、これは中国での生産台数が8月に回復したという報告を受けて火曜日に上昇しております。ダウジョーンズマーケットデータによると、テスラ株は S&P500 の中で最も好調であり、過去7日間のうち5日間上昇しています。はい、という内容ですけれども、8月の中国の結果が好調だったので、今日の株価が上がってきているということです。で、8月の結果に関しては昨日の動画で、紹介していますので、ぜひ、こちらの方もご覧になってください。
今日のね結果を受けて、やはり僕はですね、テスラの株価っていうのはね、上下が激しいなと思いました。先日 FSD の値下げ、ここでね大きく下げましたよね。この大きな下げに関してはね、こちらとこちら、この2つの動画で紹介しているので、ぜひね合わせてこちらの方もねご覧になってほしいんですけれども、今日は一転して中国の生産台数が回復したので大きく上げるということです。やはりこの上げ下げ上げ、これがねやっぱ激しいですよね。本当ね、それすごい激しいなと思います。そして今日ね上げてきたので、今後ねどうなっていくのか、これはまたね新しい楽しみですね。また新しい情報があれば紹介をしていきたいと思います。ではまとめですけれども、今日は技術秘密侵害で中国企業を提訴、そしていい家を持っていないことを知ってほしいということと、最後に S&P500 の上昇率トップになっている、これらの記事を紹介しました。今日は特に大きなニュースっていうのはなかったんですけれども、テスラ株投資家さんにとっては中国での生産台数が回復ということで株価が上昇、まあ、これがねいいニュースとなりましたね。はい、では続きまして、先日行ったアンケートのコメントのね紹介したいと思います。はい、では今日はこれらのコメントを紹介します。まあ、じわじわ上がるですね。上がる期待です。本来新型の発表でお祭り騒ぎになってもいいと思うのですが、現状ではテスラ界隈現オーナーや持っていた人たちの中でお祭り騒ぎになっているだけ。本日9月3日の動画でも話されていたように、大々的なイベントがなかったことも要因かもしれませんね。本国での発表がまだということは知りませんでした。この点は意外です。モデル SX の値下げなどなど複雑な要因があるんでしょうが、新しいモデル3そのものはとても魅力的に仕上がってきていると思います。本国で発表イベントが開催されるようであれば、大きく変わることが期待されると思います、というコメントです。ありがとうございます。確かにテスラ界隈だけでお祭り騒ぎになっているっていうのはね、これは否定しないですね。その可能性は十分あると思います。なぜならほとんどの人がモデル3の新しいモデルが出たっていうのを知らないからですね。なのでこういったことも踏まえて、ぜひ発表するときにはイベントをね開催してほしいなと思いますね。そっちの方がいいんじゃないかなと個人的にも思います。はい、続きまして、モデル3は期待外れだったので、中国市場好調維持、新型モデル3の話題性。大口投資家がまず売り、一段落しサイバートラックの発売などをきっかけに大幅に上がるのではないかということですね。米国で新型モデル3の販売をしない限り下げ続ける気がするということですけれども、やはり米国でいつ新型モデル3の発表をするか、これね、やはり気になりますね。そしてその発表があった後にどうなるかですよね。可能性としては当然2つです。上がるっていうのと、なんで最初にアメリカをしなかったのかっていう失望売り。この2つどちらかですよね。個人的には僕は売られるんじゃないかなと思っていますけれども、まあ果たしてね、今後どうなっていくのか、また情報を毎日追って、YouTube でお届けしていきたいと思います。コメントに参加された方、どうもありがとうございました。はい、ということでアンケートのコメントですけれども、まだまだコメントありますので、明日以降続きは紹介したいと思います。そしてアンケートに参加された方、どうもありがとうございます。では最後に今日のコメント、こちらを紹介したいと思います。今日は2名の方のコメントを紹介します。まずはね、ユーザーさんのコメントですけれども、FSD についてですが、現状アメリカではレスキュー車が来た時とかは認識して道を譲るなどまでは進んでいるのでしょうか、というコメントです。ありがとうございます。ユーザーさん、コメントどうもありがとうございます。でこちらに関してなんですけれども、現在僕自身がですね、海外のコミュニティに参加していて、昨日ですねこのことについて聞いたんですよね。そしたら、回答としては自動車が減速したっていうコメントをいただきました。ただ脇にそれるっていうことはねしなかったようです。このあたりがまだ不十分なのかもしれませんね。続きまして、スイカ 2K4 さんのコメントですけれども、2018年にモデル X を購入してから年1回程度のペースで修理に出していますが、1日以上かかる場合は必ず台車を借りています。修理場所は横浜戸塚のサービスセンターが中心です、というコメントです。コメント並びに情報ありがとうございます。修理の際の台車ですけれども、今日のねスイカ 2K4 さんの情報からいくと、横浜に住まれている方は、まあ、借りれているということなので、まあ、情報ねありがとうございます。やはりこの辺りは地域によって差があるかもしれませんね。昨日もお伝えしましたけれども、福岡の方は修理では台車はありません。なのでこういったことも踏まえて、ぜひねお近くのサービスセンターに確認した方がいいかなと思います。あとよく聞くのが、テスラの購入に関して近くにお店がないので厳しいと思われている方も多いと思います。例えば修理をしないといけない時にどうしたらいいのとか、車検はどうしたらいいのっていう風な不安をね抱えている方も多いと思いますが、意外と柳瀬と一緒にサービス展開をしている可能性が高いかなと思っていますので、テスラジャパンにね問い合わせをした方がいいかなと思います。福岡の方も車検と修理ですけれども、こちらですねテスラ専用ではないです。柳瀬オートシステムズというところがねやっています。なので基本的に柳瀬の車なんですけれども、先日修理で持っていた時にはもうほぼねテスラ車でいっぱいでしたね。はい、柳瀬の車はあんまりなかったですね。
8割近くはねテスラだった気がします。なのでその地域その地域できっとね展開しているんじゃないかなと思いますので、ぜひね不明な方はテスラジャパンにね聞いてみたらいいんじゃないかなと思います。はい、昨日もですねコメントいただいております。ありがとうございます。またぜひ今日の内容に関してもコメントの方よろしくお願いいたします。はい、このような感じで僕のこの YouTube ではテスラや EV に関する海外の最新ニュース、テスラ全般、テスラのアクセサリーなど、テスラを応援しテスラのある生活について発信しています。テスラ EV に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。また今回の動画も参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。今回の内容に関してコメントをもらえると嬉しいです。コメントは必ず返信します。ぜひコメントの方よろしくお願いいたします。そして今回の記事の内容はブログの方にもアップしています。ブログの URL は概要欄に記載しています。では最後までご視聴いただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。推進です。まず僕自身のアパレルショップをオープンしました。このショップの服は環境に優しい素材を使って作られています。ぜひね服を買われる際にはこのアパレルショップブレイクの服をね試してみてください。ショップのリンクは概要欄に掲載しています。続きまして LINE のオープンチャットを使ってテスラの将来や AI、Web3 など未来の最新技術に関する情報交換するグループを作りました。参加費は無料です。今後のテスラや未来の最新技術についていろいろと情報交換しています。興味がある方は参加してみてください。参加方法ですけれども画面に表示している通りです。まず概要欄に記載していますが、僕の公式 LINE に登録してもらい、僕に何かしらチャットを送ってください。そうすることで僕の方が返信できるようになります。その返信でオープンチャットのリンクを送らせてもらっています。X のスペースですけれども、今週は金曜日の夕方行いたいと思います。18時過ぎぐらいから行おうかなと思っています。ぜひ X の方も僕をフォローしてもらい、X の方で情報交換並びにスペースで一緒に情報交換していきましょう。はい、今週末なんですが、僕の方は東京の方に行きまして、YouTube をね、撮ってこようと思っています。で、この内容はですね、スーパーチャージャー巡りをしてみようかなと思います。東京の方は割とスーパーチャージャーが充実しているので、マンション住まいの方でも意外と充電って困らないんじゃないかなって思っています。なので、どれぐらいですね、スーパーチャージャーが充実しているのか、全部を紹介することは1回では無理なので、まあ、何回かに分けるか、まあ、そういった感じで、これからですね、東京のスーパーチャージャー巡りっていうのを行くためにね、やってみようかなと今は計画しています。その第1回目っていうことで、まあ、今回ね、他の YouTuber さんと一緒にね、撮ってこようと思います。またぜひね、完成したらアップしますので、そちらの方もご覧になってください。はい、では週の中日の水曜日ですね。今日も素敵な一日をお過ごしください。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた。お知らせです。僕自身の YouTube でのメンバーシッププログラムを始めました。コンテンツ内容としては、投資に対する考え方やビジネスについて僕自身の経験や、今僕自身が学んでいることをですね、お届けしています。そして僕自身がどのように投資しているのか、こちらについてもお伝えしています。実践模様をお届け中ということですけれども、僕自身が実際に現金で50万円入れて、それを株式投資で運用している様子をお届けしています。どのように投資しているのか、そして結果がどうなっているのか、これをですね、一つね、口座を用意して、そちらに50万円入れて、それをお見せしています。少しでも投資の参考になればとも思っています。メンバーシッププログラムの対象者ですけれども、自己成長に興味がある方、投資やビジネスを勉強したい方、年齢や経験を問わず、これからの自分を高めたいと思っている方です。僕からのメッセージとして、一緒に成長し、学び、そして自己を高めるということに真剣に取り組みたいと思っています。このプログラムを通じて、一緒に新たな可能性を模索し、各自の成長を実現したいと考えています。あなたの参加を心待ちにしております。一緒に成長して、一層彩りのある人生をね、送っていきましょう。参加方法は概要欄にメンバーシッププログラムのリンクを置いていますので、そちらの方から参加してみてください。では、あなたと一緒にメンバーシッププログラムでお会いするのを楽しみにしています。ではまた。